こんにちは。障害学習センターの保育士です。今日はふれあい遊び、お洗濯を紹介したいと思います。まずは障害学習センターでやっているお洗濯をやります。お子さんをお家の方の膝の上に寝転ばせてください。足を持ちます。はい、ではやってみます。3、はい、ジャップ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 お洗濯。すすいですすいでお洗濯。しぼってしぼってお洗濯。ほうしてほうして出来上がり。では細かく説明していきたいと思います。お子さんの足を大きく揺らし横に揺らしてください。はい、ジャップ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 お洗濯。次にお子さんの足を縦や横に細かく揺らしてください。すすいですすいでお洗濯。次にお子さんの足を両手で交差させます。絞って絞ってお洗濯。次はお子さんを自分の胸に抱き寄せたり高い高いをして出来上がりとしても大丈夫です。3、はい、ほうしてほうして出来上がり。お子さんの首がしっかり座っていて腕の力に自信のある方は1回転させるやり方もあります。無理せずにできる方だけやってみてください。それではやってみます。両手を脇の下にしっかりと支えて膝を上げながらぐる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 っと1回転させます。それではもう1回最初からやってみましょう。ジャップ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 お洗濯。すすいですすいでお洗濯。絞って絞ってお洗濯。ほうしてほうして出来上がり。次は歩けるお子さんと立ってやるアレンジを紹介します。お子さんと向かい合って手をつないでください。それではやってみます。ジャップ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 お洗濯。すすいですすいでお洗濯。絞って絞ってお洗濯。ほうしてほうして出来上がり。お子さんを洗濯物に見立ててぜひたくさん触れ合ってくださいね。